シークルー代表の森田です。よろしくお願いします。シークルー副代表の桑原です。シークルースタイリストの内山俊平です。ディレクターの柴谷理香です。よろしくお願いします。SNS、他の美容師さんとか、でも確かにそれは大きいですね、から勉強しているかな。あと SNS で見た外人さんとかも、結構いろんな国の外人さんが SNS やってるんで、そういうのを見たりはしますよね。やっぱ SNS が早いですね。なんか他の美容師さんだったり、さっきエリカが言ったモデルさんだったり、おしゃれなこのインスタを見たりとか。俺は逆に途中から入ってきた身として、まあ、やっぱテイストが結構もともと切り方もやっぱ違うから、それ全部入ってますよ。それ全部入ってます。それ全部入ってます。切り方とかやっぱもう今までと違う部分が結構あったから、だからそこを逆に今足りてなかった自分にプラスアルファで付け加えることができたから、なんだろう。まあなんかやっぱ自分のその常識を覆しに行くじゃないけど、勉強するっていうのをアンテナを常に張ってる。俺らも大輝が入ってきてくれたことによって、まあ今日もやってたけど、できてた。まあ、まあ、ぼちぼち。だいぶ先手に似てるよ、カラーズ。いや、パクです。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 パクってるだけ。そう。似てるよ。だから常にパクでも情報共有は俺アレンジ聞かせてるから状況へはしてる。あ、そうそう、常にお店内のスタイリストの技術を普通に営業中見たりして聞いたりして、ガンガンもううちはもうスタイリストアシスタント関係なくガンガンヘルプ入ってくるし、寮が普通に僕のお客さんドライしてくれたりとか、僕も寮のお客さんカラー塗ったりとか、シャンプーだけは活かしてくれないけど、そこは禁止ですね。シャンプー以外のことはもうどんどんスタイリストに、まあ、触りながらこんな感じすくんだみたいな、こういう色出すんだみたいな、っていうのはまあなんかスタイリスト同士で勉強することが多いと思います。そうっすね。見られてるってめっちゃ分かりますよ。見せてますね。なんかもう完全に見てますよっていう感じはありますよね。こいつとかすごいっすよ。俺もうずっと一緒なんですけど、お客さんと喋るふりして、この辺で見てますからね。見すぎだよって言われるんですけど、近いんです。いや、いいじゃないですか、今のタイミングぐらいって言って、技術の繋がりにお客さんと、まあ、話してもいるんですけど、ちゃんとでもやっぱあれは、あれは話すふりだお客さんいや、お客さんがやっぱいて、誠実さがいるじゃないですか。ここにいて、鏡越しだと、見えないんですよ。なんで僕ちだから本当こうやって見てますから。そうなんですよ。お客さんの前に行ってお客さんとちゃんとこう会話しながらここで見るんですよ。それが一応ベスポジっていう。ベスの芝居を教えてくれないと結構あるね。カラー剤とか内緒にするね。だから女は聞かないさみたいな。大樹さんとはたまに最近共有しますよ。いやでも聞いてるっていうかは、僕がアシスタントに伝えてるところの後ろにそっといる。そうなんです。気づいてた。気づいてた。で、次のお客さんにそれを使ってだからうちはそんなに恥ずかしさないですね、その教えてもらうとか、教えることに対して。それぞれ違う技術持ってるから、これどうやったのとか、まあ、やっぱ高サイドのハイトーン得意ですし、カットが得意で、で僕はもうデザインカラーかになるとブローがめちゃくちゃブローがブローはお前も一緒。なんかその場限りのその子の髪型っていうよりかは、今後の髪の毛まで育てていきたいとか、見ていきたいって感じで結構カウンセリングすることが多いんですけど、まあ、よく言ってるもんね。1年ぐらいかかって、これこに行きました、ね、っていうのが多いんで、私は結構そのカウンセリングが多いかなって感じなんですけど、大輝さんもでも。そうですね、僕もハイトーンのお客さんが多いんで、まあ、SNS の打ち出しも結構やっぱハイトーンで打ち出してる分、やっぱそれを求めてくるお客さんって結構多いんですけど、まあ大体やっぱ載せてるスタイルって、まあ、通ってもらって
まあ、綺麗にベースを作って載せてるスタイルが多いから、特に新規のお客さんに関しては、まあ、1回ではまあそこまで持っていくのは難しい場合も結構あるから、そこをなんていうの、今後のプランニングをしっかり立てて、まあ、なんか通ってもらう、まあ、コースじゃないけど、うん、通ってもらって一緒にデザインを作っていく、まあ、今回ここまでやるからお家でのケアはここまで頑張ってくださいみたいな、まあ、二人三脚で作っていくようにまあ提案してるっていう感じですかね。はい、生活習慣、普段巻くのか巻かないのかとか、普段巻くんだったらじゃあこういうスタイルしようとか、どういう日常を送ってるかを聞いてから考える。一番意識してるのは相手をよく見ます。どういう人か、あの引っ張っていってほしい人か、うん、と寄り添ってほしい人なのか、うん、自分のしたいスタイルがしっかり決まってる人なのか、ブレてる人なのかっていうのを結構相手を見るようにして、うん、とそれに合わせます、ね。まあ、もうお店もそうなんですけど日々向上ですよ。目の前にいるお客さんが、可愛くなったりとか、可愛くならなきゃ満足しないじゃないですか。ただお店の雰囲気が良かった、でも髪の毛ダサかったら満足しないんで、髪を切りに来てるし髪を染めに来てるし、やっぱそこの日々向上は意識してますね。それがないと多分満足してもう一回来てくれないじゃないですか。常に勉強熱心でいたいなっていうのはあるし、カラーのお客さんがすごい多いんで、あとカラーにの知識は誰よりも持ってないといけないと思うし、まあ、技術もそうだし、まあ、やっぱりその他じゃできないからここに来てくれるっていうところはやっぱある。量もそうだと思うんですけど、やっぱカットで他のところだとできないからここに来る、やっぱその付加価値じゃないですけど、なんだろう、自分にしかできないものをやっぱりより突き詰めるというか、得意技をね、そう、苦手な部分は克服するのはするんですけど、まあやっぱり長所を、まあ、やっぱり圧倒的な長所にして、やっぱりここじゃないとできないみたいな、うん、っていうのはやっぱり意識してるかなっていう。なんか見た、この見た目だからあのよりよく見えちゃうよね。あの、うん、得してるんですけど、うん、あのちょっと気遣いできるとよりよく見えちゃうね。他のなんか真面目なサロン、真面目なサロンっていうのはあれなんですけど、真面目なんですけど、うちもよりよく見えちゃうから、あのそこら辺は結構下の子たちにもよく厳しく言いますね、うん、接客に関しては。それこそ僕と亮って多分ちょうどなんだろう、要は紙媒体からその要は電波発信の SNS だったりをちょうど生きたっていうか、まあ、やっぱり雑誌の撮影も見に行ったし、でも雑誌の撮影がどん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 少なくなってきて SNS に流れてってなると、で SNS に触れてやっぱなんだろう、日本だけじゃなくて海外のデザインとかスタイルをより昔より見れるようになって、うん、外国人風みたいなで一回めちゃめちゃ出た時に、外国人の髪型ってどうなんだろうみたいなところからインスピレーションを受けてやってったのが走りかな。僕は私多分ちょっと太一さん の, その外国人風とちょっと違くて、そのなんかやっぱ太一さんの多分外国人の人たちって結構立体感のある髪の人の写真じゃないですか、こう上品な。私なんか逆にちょっとこう、まあ、ビリー・アイリッシュとかが全然有名じゃない時とかのビリー・アイリッシュとかも見てたんで、なんかこうバンドマンとか結構、じゃあモデルさんとかでも言う、日本でいう、なんていうんですかね、毒もみたいなレベルのフォロワーが1万ぐらいの子とかを結構見てて、でやっぱそういう子たちって海外ってこうなんか美容室に行く文化ってあんまないじゃないですか、うん、だからこうやっぱ自分でこう染めてるのとかを見て、でこの発色かわいいとか、この色の組み合わせかわいいみたいな感じで
あこういう組み合わせあるんだ、こういう色出してみようかな、うん、でなんかこう自分の髪の毛も当時ずっと白かったんで、それでこうなんか試してやっていくうちに、こうなんか今みたいな薄いペールトーンのカラーするようになったっていうのがスタートかもしれないですね、うんうん、やっぱ正直それも大樹さんと同じですけど、ちょっと真似をしてやってみたっていうのが一番スタートかもしれないですね。寮と働くようになって、うん、寮のそのカット技術を見るようになって、それでレイヤーとか教えてもらったり見て、それでなんかどんどん得意になってきて、うん、で芝居が入ってハイトーン間近で見て、うん、でブリッジカラーとかブリッジカラーとか吸収して得意になりつつ得意になりつつあって、ね、今は2人がいてきてバレエアージュを間近で見せてもらって聞いたりして得意になりつつある。普通に切るのが嫌で、前髪切って長さ切って量すくとかが僕は嫌で、なんかデザインしたいなっていうので、なんかレイヤーカットを切り始めたら、レイヤーカットのお客さんが増えたっていうだけです。でも私それこそそれ間近で結構見てたんですけど、俺っぽいとかわかんないってずっと言ってたんですよ、うん、森田さんって、うん、でなんか私にはわかるんですよ、その俺っぽいっていうのが、なんかこうやっぱ森田さんがこう伸びていくところを後ろからこう見てた時に、なんかもう確実に見てて森田さんっぽいみたいな人が来るんですよ、うん、それめっちゃわかる、お店でもさ、うん、絶対わかるよ、ね、そうなんですよ、寮のお客さんは寮ってわかるし、うん、エリカちゃんのお客さんはエリカちゃん、うん、あそれはわかる、うん、ただそれを森田さんは自覚をしないと、うん、あれ俺っぽいの分かんないもん俺みたいに言ってて、でも俺が切りたい髪型を切らせてくれるとか、うん、やっぱ提案したいものが一緒だとかで、結構なんかこう分かるじゃないですか、見てて森田さんっぽいですよって、うん、言うんですけど、森田さんの中では自覚がないみたいなのありましたね、うん、そうだから生まれたきっかけは分かんないですねお店をもうちょっと大きくできるような、こうやっぱ手助けをしたいなって。違うでしょ、お前個人の目標は。でも子供は見たいですよ。そうだよね、その女性としての人生は楽しみつつ、ね、うん、で子供を産んで、でまたここに帰ってくるっていうのが私の中の今一番こう近い目標ではあるんですけど、うん、やっぱりこうなんか女性スタイリストが今は1人しかいなくて、で下の子たち結構下に何人かいるじゃないですか、うん、やっぱその子たちにできるんだよっていう、うん、なんか東京でもこうなんか子供産んでも、そうですそうです、子供産んでも戻ってきたりとかして、こんだけ美容師できるし、みんなもバンバンやっちゃいなよぐらいの道をとりあえずスタートとしてパッて作ってあげたいなっていうのは今めっちゃありますね、うん、自然とスタッフも増えて行って、まあ、お店ももしかしたら店舗が増えたりした時に、うん、まあ、1店舗任してもらえるような力はつけたいなって感じ。無理です、うん、僕が入ったきっかけっていうのも、まあ、寮と話しててスチャを育てたいっていう、なんていうんだろう、なんかそういう思いがすごく一緒で、美容師って正直何歳までできるかっていうのは分かんないじゃないですか。だから例えば自分が300、400やるスタイリストになるのか、逆に自分が教えた下の子たちが300、400作れる方がいいんじゃないかな、それをたくさん作れたらよりいいのかなって思うところも僕はあるから、希釈したお店をたくさん作るっていう考えもまずなくて、たくさんいいスタッフが入ってきて、僕がそのプレイヤーとして働かなくてもしっかり自分たちが俺とか寮とかで抜けてもやっていけるスタッフを育てたいねとはずっと言ってる感じですね、うん、俺らがいなくても軸がしっかりしてる。でやっぱどうせ俺ら置いていくので、置いていった時に次の世代のシークルの人たちが輝いてればいいかなって感じですね。なんか俺らが輝くというのはCクルーっていうところが輝いてればいいんですか。